マーケットバトル、どっちに投資しよう。はい、なんか盛り上がるには一番ちょうどいい時間帯なんですよね、はい、このコーナーがね。ロクロクライブでなんかだんだんコンテウォーミングアップして、でここでちょうどもうテンションマックスで持っていくという、今日も張り切っていきたいと思います。マーケットバトル、どっちに投資しよう。こちらのコーナーは、あくまでも投資情報、投資教育を目的としております。最終的な投資の判断は自己責任でお願いいたします。今日もテンション上げていきますよ。イエーイ。いいですか。本日のテーマはこちら、はい、一気に勝負だ、金対決、金ゴールドです。ゴールド、ゴールド何度かテーマで出てきましたけど、今回は本気のゴールド対決です。あのインド対決とかそういうなんかね、あの遠回しじゃないです。金対決です。金対決、もう直球勝負でいきますよ、はい、本日のプレゼンターはこちらのお二人、一軍メンバーです。まずはコモリティ代表 UHG の栗谷さん。はい、意気込みの方お願いします。はい、意気込みを。意気込み、はい、ちょっとインド対決じゃないって今言われたんですけど、1個目インド使っちゃうんで焦ってます。1個目ね。いや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 、焦ってます。でも金にインドは外せないですから。はい、中国はね。はい、はい、でそして株式代表はこちら、はい、新しい株の学校の金谷さんです。はい、はい、意気込みの方お願いします。先週に引き続き、あの国対部長の勝負なんで、今日も負けずに頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。はい、もう一軍メンバーですからね、はい、安心ですよ。はい、もうどんどんもう何でももう、もう、はい、聞いちゃってください。まあ、今日も行っちゃいます。行っちゃってください。行っちゃいますか。KO しちゃいます。もうストレートパンチでどん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 お願いしますよ。はい、カウンターもらうよ。はい、じゃあまずはファーストプレゼンは、UHG の国谷さんからお願いします。はい、こちらですね、まあ金なんですけど、ちょっと寄っていただいたこれ、結婚式場なんですね。ど、まで、ですね、これまた。すごい。どこなんですか、これ。いや、これはどこかわかんないですけど、ちょっとインドの、インドのイメージです。あ、インドっぽい。そうなんですね、インド。婚礼産業が急成長なんです。おお、なるほど。見てください、1年、1000万組です。1000万組。結婚するのがですね、日本はちなみに約30万組。おお、30万か。で、インドの結婚式、この絵のように金がつきものなんですね。これ奥さん側の方が要は結納という形で持っていくんですけど、なんかバイクだったりとか車だったりとかするんですけど、金もだいたい 50g ぐらい平均して、多いところはまあまあ何キロとかってあるんですけども、その1000万組が1年間で金をどれぐらい消費するかって言いましたら、うんうん、この下なんですね、見てください、こちら800トン。すごい。800トン。800トンです。年間800トンです。これ日本の公的保有が780トンですから。すごい、それ超えてるってことですか。そうです。すごい。これまあ日銀、そうです、日銀が持ってる総量を毎年結婚式でそうしてるんですね。だからドバイのゴールドスークはもうあんだけインド人がいっぱい。そうです。インド人ばっかりですよ。そうなんです。金の現物市場のゴールドスークね、はい、インド人ばっかりです。しかも今ルピーが史上最安値なんですよ。ですからインド国内では金がベラボーに上がってるんです。高いですね。はい、ですから買いたくて買いたくて仕方がない。高いのに買いたいんです。そうです。今後もっともっと、あの要はルピーが安くなっていってるんで。ということはインド人が買おうと思ったら今まで以上にお金払わなきゃいけない。払わないといけないんですけど、それ以上に上がってます。要はインドルピーっていうものよりも金を持ってる方が今後価値が上がるだろうっていう、インド人がみんな思ってるんです。でどちらにしてもいりますんで、これね、ワールドゴールドカウンシルの森田さんも言ってました。はいはいはい。やっぱりインドの金需要っていうのはやっぱり今後非常に期待が大きいと。で大体この娘が生まれるとどうせいるんで、少しずつ買っていく習性というか習慣もありますね。まあ日本の霧の木を植えるような感覚で、ですからまあかなりインドの力がここから伸びてくるんじゃないかな。なんかどっちかっていうと投資よりも資産保全なんですよね。そうですね。守りの金っていうのは。そうですね。うん、自分たちの国の通貨よりもやっぱ金の方が信じられるんじゃないみたいな。そうですね。まああの人口爆発もまだしてるみたいですから、どんどんこの結婚する組数も増えていってるということなんですね。はい。するとどんどん金が必要になってくる。そうですね。すごい。
まあ、日本とはちょっと大きな違いがありますね、はいはい、なんかもう生活に密着してますよね、うん、インド人の生活に、ね、金というのはもう身につけてますから女の人は、ね、すごく、物がいいのか、はい、人がいいの、人とか会社がいいのかっていうこの勝負になってくると思うんですよね、うんうん、で、まあ、金もすごいいいところいっぱいあると思うんですけど、うん、やっぱり、まあ、いろんなことをする人間の方がいいんじゃないかなと思いまして、うんうん、この金の価値がもし、もしですよ、うん、昔あの相場はあのチューリップ相場っていうのがありましたね、 ありましたね、うん、あれもチューリップ、こんなちっちゃなチューリップがどん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 高騰していったんですけど、うんうんうん、これにそもそも価値があるのかっていう話になって、うん、チューリップ相場こう落ちてきちゃったんですけど、うんうん、金がそうならないとも限らない、うんうん、まあ、そこまでならないと思うんですけど、うんうん、やっぱり物に頼るより、まあ、人間だったらいろんな工夫ができるんで、うんうん、やっぱり人の方がいいんじゃないかなっていうことで、うんうん、ファーストプレゼンは会社、やっぱこれがいいんじゃないかなっていう原点に戻ったプレゼンでした、なるほど、金に関係する、うん、まあ、はい、人、人、そこにかけたらどうかなと、はい、質問ある方、なんか自分が本出したから、はい、金谷バブルかと思ってたんですけど、いや、金谷さんだけに金の谷の、なるほど、ゴールドバレーバブルが来ますから、ね、はい、まあでも金関連の株っていうと次何が出てくるのか、そうですね、ちょっと楽しみですね、長男系とかね、そうですね、いろいろあると思うんですよね、はい、そうですね、うん、はい、じゃあセカンドプレゼンに行っちゃいますけどよろしいですか、行っちゃいましょう、はい、はい、いいですか、ではセカンドプレゼン行ってみたいと思います、はい、じゃあ UHG の栗谷さんお願いします、はい、もうインドの次は中国なんですね、はい、あ、いましたね、これね、ちょっとイメージあんま良くないかもしれないんですけど、はい、中国は今シャドーバンキング、これに悩まされてます、はい、でちょっと不安が、まあ、市民にもこのシャドーバンキングがかなり浸透し始めてまして、うん、あのリーマンショックの再来が来るんじゃないかということで、金の輸入量がベラボーに増えてるんですよ。今まで先ほどのインドが年間の最大の輸入国だったんですよ。だいたい年間800トンぐらい、その結婚式に使われる量ぐらいだったんですけど、はい、その中国が今この1月から6月までの半年で700トンの販売量、さっきのあれと一緒、また700トンすごい、そうなんですよ、あれですか、中国の個人ですか、そうです、個人に売れてる量ですね、もう要はもう不振ですか、うん、中国の、もうそうです、株も今低迷してますよね、今2100元弱ぐらいですけど、ずっと低迷を続けてて、もう株はダメだと言い始めてるわけですね、で株を買うにしても借金して買ってる方が多いらしいんですよ、うん、小売で借りてきて株で投資すると、で儲かってるうちはいいんですけど返さないといけないということで、今度は逆に、まあ、資金があの安全資産に向いてる向きがあります、ね、だから日本の、ね、昔のバブル崩壊と似てますね、そうですね、みんな借金して株とか不動産買ってっていう時代と、そうなんですよ、でこの700トンっていうのが年間1400トンレベルじゃないですか、このままいくとね、はい、で世界で新産金っていうのが2400トンから500トンぐらいなんですね、取れる量が半分以上、中国人が持っていくと、そうで、インドも含めたらほぼ全てみたいな流れなんですね、ここで何かの要素が働けばポンと上がってくるというような状況をファンダメンタルで作ってきてるんですね、特に中国人のこの金の購買欲っていうのは半端じゃないですね、半端じゃないですね、半年で日銀が持ってるもんですよね、すごい量ですね、まあ、人間の数多いから一人当たりでね、なんか計算してまあちょっと金買うだけでもそれかけるね何人いるのっていう、そうなんですね、ですから、まあ、日本の日銀が持ってなさすぎるような感じはしますけどね、ね、もっと買っとけよみたいな感じなんですけど、インドと中国でファーストセカンドときましたよ、来ました、そうなんですよ、はい、じゃあ続いて株の方行ってみましょうか、はい、セカンドプレゼン新しい株の学校の金谷さん、はい、お願いします、まあ、ワールドワイドの国谷さんとはちょっと違って僕たちは日本株なんで、うん、持ってきたのがこれです、小松お、でもまだ他にもいつもだと1銘柄しか持ってこなかったんですけど、今日ここにあるのは一つの例です、まあ、金っていうとやっぱり鉱山で取って、うんうん、取るのにやっぱり大きな重機とかが必要で、あ、これがどん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 掘るんだったらこれもどんどん良くなってきますし、それでいて今度は一般の人に売ったりとか、ここ面白いのはこの
リサイクルをしたりとかですね、いろんな会社、金に関連する会社ってのは結構いっぱいあって、この前面白いこと言ってたのがですね、金の鉱脈がすごいところがあると、どこなのかなと思ったらですね、日本にあるって言うんですよ。どこですかって言ったら、あ、知っちゃいましたね。じゃあぜひ答えよ。いや、場所は分かんないですけど、場所というか日本の中にあるのは、日本の中にあるんですね。夢の島とか、あの感じのイメージですよ。都市鉱山、そうですね、ゴミの中にあったりとか、あとは皆さんのタンスの中にいっぱいあったりとか、皆さんはもれたくさん、そうですね、もう昔買ったアクセサリーが今いっぱいあるとかですね、そういうのでリサイクルが今買取って多いじゃないですか、金の買取とか、そういうので金関連の会社ってのは結構あるんですよね。でちょっと今日持ってきたのがこの3つなんですけど、1つが住友金属山、これも前にもちょっと出たと思うんですけど、あとは重機といったら小松、これすごいですね、中国でバンバン動いてますから。であとはまあ一般のところに商売するところですね。で国民割れば強いですね。でチャートをちょっと持ってきたんですけど、アベノミクスで結構今日本の株ってどんどん上がっていってるんですけど、そうなんです、まだこれ月足なんですけど、そんなに、これ住友金属山鉱山なんですけど、まだまだ上がりそうな、乗り遅れちゃった感じじゃないと。で三菱マテリアルはちょっとここ上がっアベノミクスで上がってきてるんですけど、まだまだこれもいきそうだな。で小松が金以外の製品とかもこうトラックとかでやったりするんで、ちょっとこれ上がってきてるんですけど、これもまだまだ高値ではないんで、まだまだいけるかもしれないということで、まあこの第2プレゼンでは金に関連する銘柄がまだまだ割安で買えるかもしれないぞっていう。なるほど。これ連鎖ゲームが面白いね。面白いですね。じゃあここまでで何か質問をちょっとどんどん受けますよ、森さん。株なんですけれども、なんでそれそんなにまだ上がってないんですか。デオプレートの。そうですね。やっぱりアベノミクスっていうと、ここでもいっぱい放送してると思うんですけど、3本の矢っていうのがあって、その3本の矢に関連するものって結構上がってってるんですけど、残念ながらここっていうのはもしかしたらそういうのにあんまり関係してなかったなんで、まだ注目が収まったのかもしれないですね。3本の矢っていうと、どっちかっつったらその輸出促進の方に割と近いですけどね。そうですね、観光とか、あと金融とか、そういうのが多かったんで、これはまだまだこれからいけるんじゃないかと思います。さすが一応第2プレゼン、いろんな銘柄あるよってことでした。結構ありますね、まだまだいっぱいあると思います。考え方面白いですね。じゃあこのあたりで一旦お知らせを挟んで、最後ファイナルプレゼンに突入したいと思います。一旦コマーシャルです。商品先物に新たな風を巻き起こす資産運用の流れが変わる。コモディティの新しい流れはトコム。商品先物に新たな風を巻き起こす資産運用の流れが変わる。コモディティの新しい流れはトコム。はい、マーケットバトルどっちに投資をお届けしております。今回のテーマは金ゴールドの対決です。じゃあファイナルプレゼンいってみましょうか。はい、いっちゃいましょう。はい、じゃあファイナルプレゼン、コモディティ代表の UHG の国谷さん、お願いします。はい、中国ときましたら最後は南アフリカなんです、ね、南アですか。はい、まあ、この絵を見ていただいたらちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、鉱山労働者なんですね。でちょうど今ベースアップの賃金交渉が始まってます。で労働組合今 60% のベースアップをお願いと
言ってるんですけど、すげえな、すごいな、この差がすごいですね。会社側は 6% なんですよ。 6% でもすごいですね。すごいと思いますけど、毎年のことなんですけど、まあ、毎年 60% いや毎年ひどい時は 120% とかありますね。実際この今絵に映ってるね、あの労働、あの鉱山の労働者の給料がだいたいものすごい危険なところで5万円1日いやいや、じゃあ月1日5万円今一緒に入っている。1日5万円だったら俺働いてるよ、ここで危険なところですよ俺働いてるよって5万円これ行くよ、5万円を8万円に昇進になった言ってるんですよ。まあしてやれよって感じなんですけど、そうですよね。でも、まあ、日本的な科学ではね、でもこのペースで増えていくと天文学的な数字になるんで、ここで5年後には払えないです。交渉が起こってるんですけど、ね、やっぱり労働者側も前にもねこのプレゼンの中で申し上げたことあるんですけど、南アフリカっていう鉱山の性質っていうのが縦鉱なんですね。非常に深いところで働いてると、ね、はい、まあ、大体 5000m 近くの、そんなですか、もう富士山の 1.5 倍とかぐらいのところで働いてますんで、命張ってますよね。そうですね、大体何もなければ温度が80度ぐらいなんですね。まあ冷やしてるんですけどね、80度、で湿度 100%、 100%、 うわ、まあ、そう取れずある空調とかすごい電気代かかるらしいですよね。そう、もう冷蔵庫みたいなもので送付してると、もうモビル的な大きさの冷蔵庫から送付してるみたいな、もう8万円にしてあげたいですね。日本人的な感覚では僕もいいんじゃないかなと思うんですけど、なかなかそうもいかずにここで交渉がかなり行われてるんですけど、最近、まあ、去年なんかも白金の鉱山で死者が多数出て白金が上がるということがあったんですけど、今労働者側のその勢いというのがすごいんですよね。上げてもらえるみたいなところがあって、強硬な姿勢をずっと示してる。で警察が介入することが多くなってるんで、まあ、ゴム弾を使うんですけど、あんまり暴れると実弾を発射するんですね。で死者がやっぱり出ると余計におかしくなるということで、今回もかなり交渉が決裂するんじゃないかということで、するとやっぱりかなり金の高騰につながります。つながりますよね。人件費がその上乗せみたいなイメージですか？そうです。人件費がだいたいコストの半分ですね。そうなんですよ。なんか僕先々週ナイジェリア行ってたんですけど、ナイジェリアの新聞出てたのが、ここ1ヶ月ぐらい南アフリカすっごい景気いいんですよ。あ、そうなんですね。でアフリカ全土がやっぱり成長してるから、南アフリカからの輸出がものすごいやっぱりだんだん増えてて、製造業とかものすごいみんな給料上がってるんですよね。でものすごいやっぱり景気も良くなってるか ら、 だからこの人たちもなんか周りみんなこんな景気だからうちらも給料上げろよぐらいの、そうなんだ、そんな感じだと思うんですよ。あるのかもしれない、うん、ほんとここ1、2ヶ月すっごい景気いいらしいですよ、南アフリカは。輸出産業がものすごいやっぱり業績回復して、自動車とかね、結構自動車製造工場あるんですけど、あ、そうです、BMW とかものすごい輸出量が倍増ぐらいの感じで通して、すごい、うん、まあ、金なんかもね、きっとなんかそういう状況だと、鉱山労働者もね、うん、そうなんですよ、うん、この株に南アフリカの BMW の株式入ってたら面白い。あ、南アフリカの BMW ね。あ、そうなんですね。今ですから、まあこういう流れが出てきてますんで、うん、先ほどの2つの材料にプラスアルファ出てきてるんで、まあ、突発的な要因ですけど、拍車がかかる可能性がありますよ、はい、値上がりする、値上がりを、そうですね、はい、マイナスに、まあ、値下がりの方に働きにくい材料ですね。確か世界の金の採掘シェアの どのくらいでしたっけ、南アフリカ。今南アフリカは3番目ですね。1位が中国です。で2位がアメリカです。うん、はい、で輸出量は、輸出量も、あ、輸出量はですね、中国なんかは、いや中国はほとんど輸出してないと で, すよ、ね、自己で消費してると思います。ですから今まあ落ちたんですけど、かなり低コストのやっぱり金を産出してるんで、まあその産業の一つとしてですね、まあ根幹を成してるんで、はい、まあ、なんせオリンピックプール3倍分しかないですからね。はい、そうです、その通りです。金のプール泳いでるね。ここ行ったら泳げるから。泳げるか、うん。金のお風呂はありましたね。金湯船ですね。金の風呂。トイレもなかった。トイレもありましたね。金箔入りのやつ。困るね、上がる人。じゃあ
ファイナルプレゼン、金谷さん、新しい株の学校の金谷さん、お願いします。はい、先週ちょっとやったんですけど、先週もあの国対部長との戦いで投資信託ってあったと思うんですけど、投資信託って、まあ、投資信託はプロの人に任せて売買してもらう やつだったんですけど、今日は投資信託じゃないんで、自分で投資信託を作ったらどうだろうっていうのが今日の最終プレゼンです。どういうことかっていうと、まあ、投資信託っていうのは今日本で一番いいやつはソフトバンクとかオリックスとかデジタルガレージ、ドンキホーテとか、ここら辺の株をこう混ぜて投資信託の一つの商品になってるんですけど、あの国谷さんが言うとおり、今金がこれから来るんだったら金関連のものばっかりを自分で持って自分で商品のようにしちゃったらどうだろうっていうのが今日の提案ですね。でまだまだこれですから、これでいろんな金に関連する銘柄をいっぱい集めて、ちょっとずつこういうの買っていって、それだと先週ちょっとやったドルコスト平均をどん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 こう買っていけば、そんなに損はしないはずだと思うので、自分で今日はまあここからは目利きが必要になってくると思うんですけど、金に関連する銘柄をいくつか自分でピックアップしてですね、良さそうなもの悪さそうなものによってこの比率をちょっと変えてあげながら金関連をもう買いまくる。なるほど、ちょっとずつ定額で毎月、毎月買い続ける、ドルコスト平均法との組み合わせですね。銘柄が金関連、金関連でも集めてる。もうアベノミクスで言っちゃったものでこれ投資信託作ってもちょっとあんまり魅力なくなっちゃうので、金関連でやると結構面白いかもしれないじゃないかな。なかなか面白いアイデア。すごい面白い。ちょっと質問ある方はどんどん言ってみましょうか。はい、どうぞ。じゃあ先行っていいですか。はい、まあ、今の株の話なんですけど、投資信託自分で作ろう、はい、まあ、アイデアはすごい面白いんですけど、じゃあ結局最後は銘柄選びになるんですか。その時のポイントって、はい、金谷さん的にはなんか、そうですね、どう考えるか、はい、まずは、教えていただけると、はい、まずはやっぱりこう、はい、金っていうのはこれから上がりやすい下がりやすいっていうのは、あの株ってファンダメンタルっていうのと、はい、あとテクニカルっていう2つのやり方でこれあると思うんですけど、ファンダメンタルは金がこれからぐんぐん来るっていうことなんで、僕は金関連なんだけど、まだ株価が上がってないものをいっぱい集めてみたらどうかなっていうふうに思いますね。金関連っていうと、まず金の採掘してる会社、さっきそうですね、採掘してるところ、まあ、そういったところの重機、必要な重機の会社、そうですね、金を売ってる会社、あと田中金属中も一応そういうところなんで、ね、そうあと商社とかも、商社もいいと思います、商社もいける、はい、それでいてまだ株価がそんなに上がってないもの、そんなに上がってないっていうのは何を基準に、そうですね、そしたらチャートで、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 この日本の今のアベノミクスで、ちょっとここにはないんですけど、何年今これはですね、これは10年出してます。10年、はい、なんで日経平均の月足も出してあげて、それよりも伸びてないものっていうような感覚で集めてみたらどうかなと思いますね。なるほどね。そうするとアベノミクス効果がまだなさそうなものっていうのが見つけれるんじゃないかなと。ちょっと難しいですけど、今アベノミクスで上がれなかったのに、はい、上がりますここから、うん、そこは難しいですね。すげえツッコミしたね今ね。それなんかもう国谷さんダメですよ。金が上がってもらえないとこっちもダメです。まあ、金が上がることで恩恵を受ける会社、そうですね、そっかそっか、はい、これから上がっていく要因がでかい会社はやるんですけど、今は注目されてないんですけど、これで金がポンって火がついたら、こういう動いてないのもドドドってくるとか、そういう話ですね、はい、日本株の中から、はい、金が上がったら株価も上がる会社っていうのを探すのって割と多分数少ないんじゃないですか。そうですね、そんな多くないですよね、はい、きっとね、はい、金の上昇を恩恵受ける会社ってそうあるようには思えないんですけど、そうですね、その逆の方が多いでしょ。逆多いですね。金が上がると業績が困るっていう会社は結構多いですよね。多いですね、おっしゃる通りですね。そっちを売るみたいな、はい、うん、だからもう振るいにかけてそれの逆をいけばいいのか、はい、ああ、そういうやり方もありますね。そうですね、はい、まあでも会社の数が多すぎるな。あの顧問の質問なんですけれども、はい、あのインドの人口って今でもどんどん増えてますよね、はい、そうですね、ということは、はい、金を買う人っていうのは金の需要っていうのももっともっと増えるってことですね、うん、そうなんです。この結婚の組数っていうのも、はい、
2割前後ずつ増えてきてる。毎年2割増えてる。あ、このね、結婚式を上げるかです、ごめんなさい。ああ、でもこれは数万円っていうところから、まあ、3000万とかすごい幅があるんですよ。あれだ、結婚はするけど結婚式を上げられない人たちが多かったんだけど、だんだん豊かになってるから結婚式を上げられるお金が得られたと。最低限で言うと1万とか2万とかっていうところなんですけど、あれですね、金に関連するというのは、結婚式どこぞの会社が最近インドで結婚式プロデュースするみたいな進出に始めましたよね。会社名忘れて。それ日本株？日本株です。面白い。そこも面白いじゃないですか。逆に言うとそっちの方が結婚式は結婚式の方が面白いのかな。それもここに入れましょう。それも金関連ですよね。金関連ですね。インド人がどんどん金使えば、その会社もひょっとしたらそこじゃないです。そこじゃないけど、そういう関連のはずです。面白いですね。ここに入れてあげてみてください。日経になってました。そうですね。ちなみに栗谷さんは結婚式はどちらで挙げたんですか？僕はあの大阪の上本町の都ホテルっていうところで。おー、いや、アフリカじゃなかったんでしょ。都ホテル、はい、まあ意外と普通っちゃ普通です、ね、海外歴長いので。そうですね。そう、インドで結婚式挙げましたとかですかね。面白かったんですけどね。アフリカじゃなかったんでしょ。アフリカに行ったことはありません。住んでましたよね。そ、1年間いましたけど、あ、そうなんですか。結婚式は挙げませんでしたね。エンジンと実は、あ、違う、悩みですよ。そうなんですよ。1年間はいましたね、アメリカ。アメリカも金好きですけどね。好きですね。みんな、まあ、あと中東アフリカのあたりはもう本当金大好きですよ、みんな。大好きですね。だってあれですよ、あのドバイのバージャルアラブっていう七つ星ホテルじゃないですか。ありましたね。あそこでついこの間24金の iPad、うん、あ、見たことありますね。お客さん全員に貸し出しっていうサービス始めましたよ。宿泊客全員に、も希望があればね。重そう。 無料で。重いでしょうね。重いですよ。でしかもそれ全部フルオーダーメイド。おお、すごい。で、あとはこの間ね、まあ、向こうの方って結構メタボが問題になってるんですよ。太ってる人多いじゃないですか、はい、でドバイ政府がそれ社会問題だからって、はい、体重1キロダイエットした人に、ダイエットした人に金1グラムプレゼント。おお、すごい。いや、俺生きてよ。10キロ痩せたら10グラムプレゼント。だから4グラムもらえるの。で、それがね、そう、この間なんか結果発表されたんですけど、最高痩せた人が50何キロか。うわー、すごい。痩せたらしいですよ。で、ドバイ政府から金もらえるんですよ。はぁ、すごい。50何グラム無料で。金はすごいっていうぐらい、だから金をあげればそんだけみんなダイエット本気になるっていう国なんですよ。どれだけ金が好きなのっていう。これ政府がやってるんですかね、ドバイ政府が。1キロ4000円ですよ。そう、4000円かける、だから50だから4000円ですよね。プラグ4000円。20万円分相当。1キロで4000円。すごいな。まあ、それだけ金が好きってことですよ、中東の方は。インドも中国もそう。すごいな。すごいでしょ。痩せて20万円だったらね、それは俺も痩せるわ。いや、でもなかなか50キロですよ。50キロ痩せるってことは相当ですよ。小学生バリバリ。すごいモデル体験だね。なるほど。ということで、ちょっと話も尽きないですけど、そろそろ判定の方面白い行きたいと思いますけどね、いいですか。はい、はい、いいですか。はい、判定の方行ってみたいと思います。本日はコモディティと株、金の対決でいきました。さて、どっちが面白いでしょうか。判定の方をしていただきます。せーの、ドン。コモ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 ディティ優勝、栗谷さん優勝。ありがとうございます。感想の方お願いします。いやー、三立ての後はまあ完全優勝ということで、もう気持ちいいですね。しかも逆転満塁サヨナラホームランみたいな、ね、はい、感じの。先週はがっくりだったんですけど、三立てでやられましたね。はい、もう挽回できました。はい、しかも金ですから、あのメンツも保てましたんで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、あさってのご案内とかします、今日。そうなんですよ、あさってですね、特別に、ここ六本木の、インベスターズトラベラーズ TV で、北野誠さんに出演していただきまして、特別番組をやらせていただきます。生放送ですね。はい、面白そう。北野大明神ネオという番組、ネオ、はい、やらせていただいてますので、ぜひよかったらあの見てください。よろしくお願いします。はい、
カフェの方に来て見ることもできますからね。そうですね、はい、お時間ならばいい。違います、ちょっと違うに、小玉さん、小玉と、はい、北野さんと出させてもらいますので、はい、で僭越ながら私もちょい役で出させていただきます。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ水曜日の方もお楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。ということで、マーケットバトルどっち投資賞、本日は UHG の栗谷さんの勝利となりました。ありがとうございました。それではまた水曜日にお会いしましょう。今週の水曜日です。またな、水曜日。ありがとうございました。またです。